にちは、かっこくる先生です。ですね、今回はこういうラッピングをしていこうと思います。ね、細長い箱、ね、これをこうプレゼントで送りたいっていう時ですね。今回はこの中にこう扇子が入ってるんですが、そのイメージも合わせたこだわりのラッピングをやってみようと思います。頑張っていこう。それでは材料です。今回はこの青海葉柄、波の柄なんですけども、これを使用して、柄をちょっと生かしたいので、この柄のロール紙を使います。すき合わせパープル、そして今回はね、ゴムですね。この色に合わせたゴム、はい、ちょっと幅が広い方が使いやすいと思います。そしてハサミ、カッター、両面テープ、で最後にちょっと飾り物をつけていこうと思います。それでは紙取りです。まずこの柄がついてますので、表から見るとこう柄がしっかり山の方が上になってるようなイメージで縦長に置きます。で裏返します。はい、で箱を置いた時に、だいたい地面の方から3分の2ぐらいのところに当てます。はい、で次に左右ですが、まあ箱全部隠れなくてもいいですが、まあ半分より、そうですね、3分の2以上隠れてるようにそれぞれ見極めます。で包む位置がこの位置です。で上の方はですね、蛇腹折りにしていきますので、お好みの長さということになります。でこれで紙取りができました。それでは包んでいきます。今回はね、竹の子包みっていう包み方をで包んでいきますので、まず下から上、地面の方から天の方に向けて上、紙を上げます。上げたらこの深さの部分ですね、この部分に紙、手をこう添えて、しっかり添えて、テーブルと箱ずーっとこうしっかり指を沿わして、ここでしっかり持っておきます。で折り目をつけます。で上の方もこの角でしっかりこう折って、このあんまり斜めになったりしないように、この箱に沿うように折って折り目をつけてください。で反対側も同じく箱に沿わせて、テーブルと箱ずっと指を沿わせて、この指を持って置いて、上の方もこの箱の角にちゃんとしっかり沿わせて折るようにします。はい、で左右で、下も左右というふうに合わせていきます。はい、次にこの表ですね、こちら化粧を折りしていきます。これはお好みでいいんですが、真ん中でもいいですし、例えばこの柄に合わせるのもいいです。もうここは自由に、だいたいこの辺でいいかなっていうところ、もう自分の好みのところ
て反対に折って化粧をしてみてください。で、化粧折りしたら中に向けて折ります、はい、向けて折ったらこの両面テープ、化粧折りしてるので両面テープをつけていきます。で、ここでですね、化粧折りするときに全体開いて嫌だなっていうことがあると思うんですが、その時に例えばこういう重たいものをとっと乗せておくと安心してこの両面テープを貼ることができます。今回は上の方で蛇腹折りにしていきたいので、上の端まで両面テープをつけてください。で、1センチ剥がして、両面テープを貼っていきます。それでは両面テープを剥がしていきます。で、多分ここ剥がしにくいと思うんですよね。ですので一旦しっかりこうやって折ってもらっても全然構いませんので、はい、折って、両面テープを剥がしていきます。ちょっと重しをつけます。これで両面テープがつきました。それではこの上の部分を蛇腹折りにしていきます。この両サイドしっかりこう折り目つけておいて、一旦後ろに向けて、この箱の幅より少し少ないぐらいの厚さで前後ろ前後ろっていう感じで折っていきます。最後の端はですね、この端が後ろになるように終わらせてください。例えば前になるでしたら、前で終わりそうっていう時は切っていただいてもいいですし、また少しここの幅がちょっと変わってもいいですので、後ろにで終わるようにしてください。はい、ここまでいったらあとゴムで留めます。それではゴムをですね、結んでいこうと思います。ゴムはこのギフトより少し短めで結んだ方が、ゴムなのでちょっと伸びることも想定して短めに結びます。で、一つ結びという結びをしていきます。一周くるりと回したら、この鼻に通す。こういう感じでキューッと縛っていきます。縛ったら好きなところでバチン。それではこれ、ゴムをここにかけます。はい、ゴムをかけたらこの結び目はですね、好きなところに動かします。で、合わせ目を隠すようにゴムを置くといいと思います。で、最後にですね、これを蛇腹を広げて扇子のようなイメージですね。そして最後に飾りをピタッと貼ったら完成です。いかがでしたか？この扇子をこういう風な感じで包んで、まあ細長い箱ですね、これをちょっと夏らしく包んでみました。実はこの包みはですね、この竹の子包みと
この蛇腹折りのこの包みとの合体になります。これが、ね、この時はこうやってやりましたけど、これがこう反対向いてるような感じですね。その上にこの蛇腹が乗ってる、そういうイメージのラッピングになります。これもね、いろんな紙で試してみるととても可愛いラッピングができますので、ぜひチャレンジしてみてください。はい、ということで、こちらの材料につきましてはレディーリサ YouTube ストアにて販売いたしております。詳しくは概要欄をご覧ください。そしてチャンネル登録もよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ラッピングコーディネーターのココクルこと田原明美が和紙を使ったワンランクアップのラッピングをご紹介します。簡単な包み方や暮らしに役立つ和紙のアレンジを提案します。ぜひ参考にしてください。